マイケル・ペリー・ジェームズは、アメリカ合衆国、オレゴン州ポートランド出身のバスケットボール選手。NBA のブルックリン・ネッツに所属している。ポジションは、ポイントガード。オレゴン州ポートランドのグラント高校から、2008年に、イースタン・アリゾナ大学に進学し、2年生を終えた2010年に、テキサス州ボーモントに所在する、ラマー大学に転校。 4年生時の2011から12シーズンに平均17.1得点3.2リバウンドにアシストを記録し同シーズンの NCWA トーナメント出場に導く活躍を見せたジェームズだったが2012年の NBA ドラフトには指名以外で終了ジェームズはクロアチアでプロキャリアを開始以降ヨーロッパ各国でプレーし2014年12月に リーガ悪アク部の強豪サスキ・バスコニアと契約。2014から15シーズン終了後に NBA、サマーリーグにフェニックス・サンズの一員として参加するも契約までには至らず、2015から16シーズンもバスコニアでプレー。同シーズンはユーロリーグでも活躍した。2016から17シーズンは GBL のパナシナイコス BC でプレー。リーグとカップ戦優勝を経験した。 2017年の NBA サマーリーグには、再びサンズの一員として参加。そこで、平均20.5得点をアシストを記録したジェームズは、サンズと2イ契約を締結。2017から18シーズン開幕戦のポートランドトレールブレイザーズ戦で、念願の NBA デビュー。その後サンズは10月22日に、アールワトソンヘッドコーチを解任。 さらに先発 PG のエリック・ブレッドソーがチーム批判をしたためにベンチ外になるなどチームが揺れ動く中暫定ヘッドコーチについたジェイトリアーノは翌23日のサクラメント・キングス戦でジェームズを先発に抜擢するとジェームズはベンチに期待に応え18得点7アシストを記録サンズは117から115で勝利しシーズン初勝利をもたらした その後12月7日にニューウェイ契約選手として初めて正式に選手契約を結んだがその2週間後にアイザイア・カナーンとの契約のために解雇された2018年2月ニューオーリンズ・ペリカンズからウェーブされた2021年4月23日ブルックリン・ネッツと10日間契約を結んだありがとうございます